はい、2024年、えー、幕開けですねそして、えー、ひしひしと皆さん一人一人からですね、えー、こう湧き上がってくるこうエネルギーとともにこの地球そして宇宙、えー、生,きてし生きとし生けるもののエネルギーを本当にこう,こうバイブレーションがね上がっているな周波数がすごく高くなっていく前兆がすごく起こっているんですがどうでしょうか今日はその辺りですね もう本当にこの全宇宙的な、ねえー、意識というところにつながって皆さんがこの今あるこの地球そしてあなた自身がどのように共振共鳴していき素晴らしい1年をスタートさせるかというところにフォーカスを当てて宇宙連合の光の最高評議会八百万の神々とつながって皆さんにお届けいたしますので最後までご覧ください。ではどうぞ。 こんにちは穴口恵子のハッピースピリアルライフにようこそお越しいただきありがとうございますもう新年早々、えー、もう本当に揺らぎ揺らぎ揺らぎまくっている、えー、世界、えー、ですね私たちの内側はどうでしょうかそこでですね私今日はですねどうしても屑流が来ていますので箱根の屑流の本宮のエネルギーを受け取っていますのでそちらの お話をままず最初にさせていただきますそして次に何が来るかちょっと見ておきますがまずですねこの九頭龍神社の九頭龍さんが言ってることはいよいよ立ち上がりなさいあなたが今まで持ち備えてきた根底にある底力それはもう誰もが持っているその底力を自分自身の中にぐっとありますので集めてそして私がね 話すことはですね全ての人に実際に可能なことを伝えています要はあなたの底力どんな時に使うでしょうか危機一髪の時に使っているのですがそんな危機一髪というのは一瞬一瞬あることですなぜかというとあなたは毎瞬毎瞬生まれ変わり再誕生しあなたという存在の パワフルな才能がが復活すす。るそのチャンスが今やってきてきいますだからこそ今こそがまず危機一髪のような感覚で底力を発揮してください。あなたの底力というのはどういうものがあるのでしょうか。何よりも決断する力をもっとあなたがあるということを信頼してみてください。そしてその決断したらならば行動を起こすという力も 今ままささに必要とされていますではあなたは何を決断したらいいのかそれは、えー、あなたの視点を変えたところに、えー、あなたという存在が、えー、この世界の創造主であれば何を、えー、今あなたが成し遂げていきたいかというところに視点を変えてみてください。えー、どうかそのの創造主であるあるななたならばもちろんのことを、えー あなたがが関わる全ての存在が健全であることそして安全であることそして幸せであること豊かであることそれを全てあなたが与えられるし受け取るというそのスタンスをもう一度見て見直してみてください。そしてあなたが持っている持ち味は何でしょうかえ持ち味というのは あなたが最も当たり前にできるけれども他の人から見たらすごくたけているというところです人によってはお片付けそしてまた人によっては話すこと人によっては何かクリエイティブな音を奏でることであったり様々な えー、人々が、えー、この世にやってきたのはその多様性のその才能を生かし合うというところに、えー、立ってくださいそしてその多様な才能を生かし合うことによってこの世界が創造されていきますどうか、えー、過去にとらわれすぎずそして人間ドラマというあの人がこうやったから私は許さないあの人が私を傷つけた私はあの人に絶対許されていないというような、えー ドラマ人間ドラマの中に沈んでいくことよりもむしろあなたが今全存在のあなたが力を発揮するタイミングに来ていることに気付いてくださいそして私はそのようなあなたにその本質のパワーを駆り立てる役割を担っていますだからこそ今私とつながりどこにいても私の名を呼びそして私の名を呼ぶことによってあなた自身の根底の にあるそのパワーを、えー、発揮し復活,させて復活させて発揮するということに私は今、えー、エネルギーを注ぐことを決めていますそして私は行動をとっています、えー、世界中に私の名を呼ぶ者に対して底力を発揮しそしてその才能に目覚めていくということに私はあなたにその力を貸していますただしあなたという存在がその意思を 表明しない限り私は一切、えー、あなたにその、えー、後押しをすることはできないということを知った上でどうか私の後押しを受け取ってください準備ができたら私の後押しを受け取るということを選びそして私は行動する力そして決断する力私の底力を出して自らの才能をさらに、えー、100%発揮するということを決めておいてください。 いやなんかちょっとねあのすごいこう根底からのね力をこうぐっとねこう引き出してくれるようなエネルギーを感じませんでしたかはいクズ、えー、流に感謝しますはい、えー、今そしてですね、えー、訪れている、えー、なんか存在はですね太陽系の大神ですねあのアマテラス大神とともに実際に祀られていることが多いですでその豊受系の えー、その真実というか振動数なんですけど、えー、えっとえっとあれですねえっと豊かに受ける受け取るで豊受けの大神ですけれども、えっと、実際には、えっと、豊かな受け,受けるは宇宙の「ですねそして宇宙の木「木木ですね、えー、中に米,あ米が書かれている豊受けは宇宙の豊かな「 エネルギーという意味なんですね。そしてアマテラス大神には・大神には必要なエネルギーを注いでたで今ではもちろんねこの何か、えっと、食べ物ですねをあのねアマテラス・大神にえっに、と、捧げている役割として知られているんですけどもともと本筋は豊かな宇宙の木を、えー、じゅん潤沢な木を、えー、この 地球上に注いででくれている神様ですよね。でそして、えー、そのように私のところにやってきているのはその豊岡の大,大神で,でこのいよいよあなたがさらにこの大地との深いつながりを感じながら肉体を、えー、あなたという神聖な神の乗り物として受け取るならば何よりも宇宙の豊かなエネルギーをあなたの体にまで 完全に浸透させる時が来たのですでは宇宙の豊かな木あなたが最もよく知っている中では「霊気」という名前も呼ばれていますがそれがさらに進化したバージョンが、えー、私が今皆様に届けている宇宙の、えー、豊かな、えー、エネルギーですこの宇宙の豊かなエネルギーというのはあなたが本来、えー、生まれた場所からの、えー、エネルギーとともに 私がそれを運ぶ役割となっていますそれは源のエネルギーそのものです。どうか今あなたがこの2024年において源のエネルギーそのものを豊かな宇宙のエネルギーとして捉えてあなたの肉体に注いでいくことに意識を向けてください。いよいよよあななたたの肉体も未だかかつてなかったほど 健康体になっていきますあなたの免疫システムそしてまたあ覚醒していくあなたの消化体そのものも実際にはこの源の豊かなエネルギーを受け取るに、えー、大切な役割を果たしています。だからこそまずは何よりも あなたの肉体に向けて私のエネルギーを届けていくことを許可してみてください。そしてひいてはあなたの肉体の細胞核にあるミトコンドリアそして DNA に向けてその源のエネルギーをあなたに向けて注ぐことをどうか許可することにおいて私はあなたにそれを届けることができます。皆さん、 多くの人々は無意識のうちにある程度のその豊かな源のエネルギーも私から届けられているのですがいよいよもっとさらには意識的にそのエネルギーを受け取りあなたの正固体あなたの善能そしてまたあなたのハイアーハートにある免疫システムですね強制においてまずはこの源のエネルギーを注ぐことを通してあなたのハートとマインドが えー、無限大に、えー、実際に、えー、活性化されそして、えー、あなたのハートとマインドが共同創造するそれはあなたの内なる男性性女性性が共同創造することによって一つとなる、えーえー、エネルギーを持ってあなたという、えー、無限の可能性のなる創造主無限心そのものが、えー、いよいよ、えー、決断を下し行動をとって 現実創造をしていく時となったのですどうか私との共同創造を願ったならばどうか私とのつながりを持つという意図を持ってつながり続けてみてください。2024年はいよいよあなたという存在の目に見えてなかった才能が多くの人々に貢献できそしてこの地球に貢献できひいては宇宙に貢献する時がやってきたのです。 お大豊受の大神のその、もう本当に宇宙の木は源の木だと言ってくれているんですよね。そうだ、私も確かにそうだなと思います。京都の吉田神社に行った時に、天照大神とともに祀られていた豊受の大神の。その字がね、あ、やっぱりとね、豊かな宇宙の木と書いて豊受さんって言われてるんですね。だからぜひね、えー、豊受の大神ともそうですし。 竜とのつながりを深めて、えー、いよいよあなたの底力要はすごい才能がさらに開かれます。で私においては、はい、ネオヒューマンの「紅白歌合戦」に1月5日、えー、参加します。えー、YouTube にね、えー、YouTube の下の方にですねあのオンラインでね、えー、実際にライブ配信見れると思いますのでそれを貼り付けておきますのでもちろんリアルにね、えー、ビルボード東京で「 えー、5時からね、えー、会場がオープンするんですけれども、えー、来れる方もまだ若干チケットあるかなもう売り切れたかもしれませんが「私の挑戦底力」の中には私のことだまだまを通して歌います。はい 命の歌を歌いますので見に来ていただいたら嬉しいなと思いますというわけで穴口恵子のハッピースピレルライフでしたそしてまだ登録いただいてない方ベルマークをポチッと押して登録いただいたらめちゃくちゃ嬉しいです最高の2024年を一緒に作っていきましょうねありがとうございました